はい、笹田でございます。今日のテーマは営業と拒絶の向き合い方ということをテーマでお伝えをしていきたいなと思っております。まあ、営業をしているにあたって拒絶される、まあ、拒否される、ノーをもらうっていうことは当然あると思います。じゃあこのノーについてどうやって向き合っていけばいいのかなんですが、ちょっと昔話をさせてください。私が新卒で入った会社、どういう営業だったか、もうザ体育会系の営業でしたので、とにかくテレアポかけまくれ、とにかく飛び込みしまくれと。で、その中で一定数は OK くれるから、アポくれるから、受注くれるから、とにかくアクションする数を増やしまくるんだっていうのが、私が新卒で入った会社の営業のスタイルだったと。なので、もうとにかく行動量が正義。とにかく量をこなせば質も上がる。量をこなせばアポはもらえる。量をこなせば受注がもらえる。まあ、人材会社だったんで、その事実は確かにその通りなんですよ。結構まあタイミングに依存するビジネスモデルなので、このとにかくアプローチを重ねることによって、たまたまタイミングがあったってお客さんを見つけていく。まあ、そういう出会いを作っていくっていうことが大事だという教育を受けてきたんですよね。その目線ってすごくわかるんですよ。で、経験上それで成功してきたのが私の経験なんで、その気持ちわかるんですが、改めてこの営業の仕組みを作ったりですとか、マーケティングの仕組みっていう考え方っていうのを営業に取り入れてきた中で、やっていくことっていうのは、改めて営業はそのノーをもらう角度であったりとか、拒絶される回数っていうのをいかに減らしていくか、要は戦略的にノーを減らしていこうということですよ。戦略っていうのは、結局戦いを省略する弱すことなので、結局お客さんからノーをもらう。要はテレアポ電話かけますよね。お世話になっております。営業ハックの笹田と申します。ぜひアポイントのお願いでって言ったら、いや、いらないからって言われた時に、そこから切り返しであったり、反論処理のスキルや話術を使ってですよ。アポイントください、アポイントくれっていうところまで持っていこうとするわけですよ。それっていうのは、要はお客さんと営業との戦いじゃないですか。なので、最初からそういう戦いをなくすことができないのかっていうのが戦略なわけですよね。なので、営業がコミュニケーション取るにあたって、例えばマーケティングでプロモーションかける、Facebook で広告出してみる、ブログ書いてみる、YouTube 出してみるみたいな形で、お客さんから問い合わせがもらえるようにすれば、もともとそのテレアポで反論処理でなんとか切り返しトークのうまさでなんとかって言って、お客さんとアポイントをもらうまでの戦いっていうのをなくすことができるわけですよ。それが戦略ですよ。なので営業の拒絶との向き合い方っていうのは、当然プッシュ型のセールスっていうのは断られることが圧倒的に多いです。なので断られること前提のアプローチなので拒絶されることが増えるんですが、まず営業が企画段階、マーケティングを戦略に入れていこうと思った時に、戦略が繰り返しですから戦うなくしていくことなので、そういう発想で脳がなくても受注がもらえる、脳をもらわずにアプローチできる環境仕掛けっていうのは作れないかっていう目線を持つべきだっていうのが、まず一つ目の拒絶との向き合い方です。で、実はもう一つ拒絶との向き合い方があると思っていて、それは何かというと、今度商談クロージングのタイミングなんですよ。今度は何か拒絶をもらうまで提案しましょうっていう、今度は真逆の話なんですが、なぜそういう話をしたいかっていうと、これですね、例えば、松竹梅3つのプランがあった時に、お客さんがじゃとりあえず一番安いプランでお願いって言われてしまって、そこで終わってしまう営業は拒絶を避けてる営業です。ただ、本当に、成果を出している、売上が高い営業っていうのは何をするかっていうと、本当に一番安いプランで終わりなのか、私のおすすめは松のプランです。いかがでしょうかって言って、そこから今度は受注をもらうと、もう君にお願いするねって言われた後に、もう一回交渉するんですよ。要は、営業の交渉っていうのが受注をもらうまでで考えてしまいがちなんですが、実は営業の立場から考えればですよ。もっと高く買ってもらった方が嬉しいわけですよ。営業の仕事っていうのは、お客さんの目標や理想を現実にしていく、実現させていくっていうことと合わせて、そのお客さんの悩みや課題や理想を達成させることと、営業の売上目標、ノルマっていうのを達成させていく、それを同時に実現させるのが営業の仕事の難しさなわけですよ。それをやっていくにあたって、改めてあなたのやりたいことを解決します。私のやりたいこともこれなんです。そこを交渉して折り合いをつけるから営業は難しいんですが、それをやっていくから営業の売上も上がるということですね。なので、お客さんに言われたから、はい、OK、じゃあそれでやりましょう。ではなくて、今度は、どこまでだったら自分の提案に対して、イエスがもらえるのかっていうことを交渉しながらすり合わせをしていくと。例えばよくある話ですけど、松竹梅3つのプランを、ね、出してましたと。なったら、真ん中になりやすいわけですよ。であれば、最初から一番安いプランで、自信がないからとりあえず安いプランを売っとけば買ってくれるかなと思って提案をしちゃう営業はなかなか売り上げが伸びない営業です。ただ、売れる営業は3つのプランを出して、あえてまあ一番高いの出す。
安いのもある。けど、まあ、真ん中が無難ですね、みたいな形で着地をしたりとか、いや、もう今回はぜひおすすめ、一番ちょっと金額張っちゃいますけど、高いプランなんです、みたいな形で提案をしたりとか、プラスアルファでこういうことできませんか、アップセル、クロステルかけていく、みたいな形ですよ。そういった形で、お客さんはどこまで自分に対して期待をしてくれてるのかっていうことを交渉する、探っていくのが営業の仕事だと。いうことです。なので、まずアプローチ、初期段階、アポをもらうっていう段階であったりですとか、見込み客集めていくみたいな段階の時は、いかに戦略的に、まあ、要は拒絶をもらわずにアポイントがもらえる仕掛けを作っていくか。ただ今度受注がもらえましたと、もうやるっていうことを決めてもらったタイミングでは、今度自分にどこまでのリスクを払ってくれるのか。ラポール関係構築っていうのは、これ仲良くなりました。なんかたくさん話ができました。お客さんが自分にいろいろ教えてくれました。笑顔でしたっていう話ではなくて、営業におけるラポールの構築、信頼関係の構築っていうのは、あなたに対して営業にですね、営業に対してどこまでリスクを払ってくれるかっていうことを考えなきゃいけないということです。なので、100万円と1000万、お金はこの営業に任せて払う。どっちの方がリスクが大きいか。当然、金額が大きい方がリスクが大きいわけですよ。なので、その高い金額を払ってでも、この営業は期待に応えてくれるはずだと思ってたのが、信頼関係の構築。100万円分の信頼なのか、1000万分の信頼なのか、そこですよ。で、そこに対して営業は交渉していく。要は、どこまでのラインだったら、どこまでの幅だったら、私に期待をかけてくれますか？その上限を見つけていく。それが拒絶ノーをもらうまで提案をしましょうということです。なので、受注もらいました。お願いしますって言われました。終わりではなくて、自分どこまでお願いの幅をもらえますかと、チャンスをもらえますかっていうところまで交渉していくのが営業ではすごく重要だということです。なので、拒絶がもらわないように、ノーもらわないように戦略的に動く。また、ノーをもらうまで提案をする。この二つの目線が営業の拒絶の向き合い方ということが今日お伝えしたい内容でございました。今日動画参考になって勉強になったなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録、高評価を押していただけたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。本日は以上です。